どうもこんにちは、ビクトです。今回はちょっとマック行きたいんだが、150円ま今回はね、泥棒をやっつけるというアプリをね、やっていこうかなと思います。アプリやんのめっちゃ久しぶりだな。で、このゲーム、制作者の方が、クレイジー英語クイズっていう、なんかアホみたいなアプリあるじゃないですか。シンプルに失礼。まあ、その方が作ったゲームなんで、まあ、だいぶね、バカゲーだと思うんで、ちょっとやっていこうかなと思います。なんか子供がね、なんか泥棒をなんかやっつけるみたいな、結構シンプルな、遊び方説明してくれるんだ。部屋に入ってくる泥棒をやっつけよう。はい。なんだこれ。気になるところをタップしよう。あ、アイテムがあるから、それをタップして、なんかそのアイテムを駆使して泥棒をやっつけると。オッケーオッケーオッケー。アイテムは使いたい場所までドラッグ&ドロップ。あ、なるほどね。あ、子供強くね。フライパンあったら戦えるの。あ、なんだこれ。レンガ？レンガを、待って。え、タップ、あ、オッケーオッケー。タップで、ここで子供に持たせる。来いよ。かかって来いよ。あ、わかりやすいで、頭。死ぬだろ普通にこれ。あ、でも面白い。なんかいろんなアイテムどんどん増えるんかな。バッグがある。バッグ、ちょっと待て、ちょっと待て、先に言って、どっちが犯罪者なんだこれは。銃刀法違反じゃないのか。え、じゃあこれはもう子供に銃持たせて倒すしかないだろこれ。え、本当に撃っちゃうの子供が。あ、何これ。あ、エアガンかこれ。ガチの拳銃か。あ、待って、嘘でしょ。え、あ、やっぱ本物じゃダメなんだ。あ、本物じゃダメなんだ。ちょっと待って、もう一回。え、違うのか。じゃあアイテムゲット。あ、まだ入ってる。え、なんか2つ入ってたね。テーブルのところは関係ないからめっちゃ待ってんだけど。え、じゃあこれは持たせるからの、これ何、これサプレッサーかなんか。サプレッサーつける。どう。あ、スコープか。スコープ持ってるから遠くから撃てるみたいな。なるほどね。これいけるんじゃない。どっから撃つんだろう。え、あ、あ、さっき外してたってことか。なるほど。いってなんだそれは。いや、エアガンとはいえさ、ちょっとチンコに当てるのは痛すぎると思うんだけど。え、これ、あ、部屋の移動がある。新しい部屋もあるっぽい。ハサミ、これさ、なんか部屋のさ横に行ってさ、ハサミで股間をこうちょん切るみたいな、そういう展開でもいいんじゃないかな。なんだこれ。あ、ここに隠れる感じね。デッドバイデイライト方式でここに隠れていくと。何これ。あ、またワンパターンワンパターンだな。またレンガで倒すの。かかってこいよ。いや、待って、こいつメットールになってんだけど。ロックマイクでの、おいおい、嘘だろ。え、まだ他に部屋あったんかな。うわ、最悪だわ。ちょっと待って、わかった。これで紐を取るんだ。こういうことでしょ。で、え、どうすんだ。紐、紐どっか使えるかな。紐を持たせる。あ、違う。紐、扉、いや違うな。え、分からん。あ、来た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 。そういうことね。あ、なるほど。2つ組み合わせれば、頭からじゃなくて顔面にレンガを。ガチで骨折するだろこれ。結構やばいよなこれ。何これ。なんだこれ。あれか、地下室かなんかかな。カーテンがあるけど、カーテンには何もない。ダンボールの中に、お、これはバールのようなもの。この中に何も入ってない。え、バールどうすんだろう。バールで地下室を開ける。こう、あ、来た。で、この中に入るとかではないか。あれ、なん、あ、待って、ダンボールもある。え、ここ怪しくない、なんか。こう、あ、違う。あ、なるほど。これで落とし穴にするみたいな感じか。え、じゃあこれ関係ないのかな、カーテンみたいなやつ。わからん。まあいいや、とりあえずスタートするか。これで落ちるかな。すげえ、段ボールバレバレだけど。このドラお、なんだそれは。あ、助けて。どうしたんだ。ちょっと待って。ちょっと待って、今今聞いた、今。あ、助けて。棒読みやばくなかった今。え、この泥棒さ、思うんだけど、毎回毎回正面から堂々と来てるからバカなんかな。なんだこれ、 CD かなんかかな。お、なにこれ、壁テレビやってるね。どうすんだろうこれ。あ、これをテレビなんか変えるみたいな感じかな。あ、子供向け番組に変えると。え、変えてさ、すごい、めっちゃ笑顔になった。めっちゃ笑顔になったのはいいんだけどさ、これこっからなんかアイテム取れる。俺めっちゃタップしまくってんだけど。え、わからん。部屋も特にないよな。どうすんだろう。とりあえずスタートしてみるか、一旦。いった、わかった。
これで泥棒が来たけど、なんか楽しんでる子供がいて、あ、こんな子供の前で犯罪するのも良くないな、みたいな感じかな。あ、なんか聞いてる。あ！いや、もうめっちゃ普通に捕まったんだけど。どうしよう。スタートしてみるか、普通に。この状態でスタートしたらなんか変わんのかな？いや、特に何にも変えずに。テレビ見っぱなしで、変わる？あ、変わった。なんだ？あ、やばい！あ、あえて使う。あえて使わないパターンね。やっぱそうだよね。やることないもんね。じゃあ次行くか。あ、なんかテレビちっちゃくなった。なんでテレビこんな持ってんだよ。2台もいらねえだろ、テレビ。あ、動かせる。ペペローション？ゲットしておくからの、他に部屋はないから。これ何するんだろう。ちょ、子供にお前ローションなんて渡しちゃダメだろ、これ。はい。あ、なるほどね。こうやって使うと。あ、今回は窓から来るパターンね。結構シンプルになった感じかな。で、これでもうスタートかな。あ、なんかステージが変わったからシンプルになったんかな。で、泥棒が来る。で、こける。で、テレビにぶつかる。ははははは。病院案件すぎる、今。血出た。なんでさ、こんな子供向けのアプリにさ、ちょっとなんか子供向けじゃないさ、あのアプリの宣伝してくるかな。ちょっと相性悪くない？ちょ、子供が覚えちゃうよ、そういうの。何を覚えるかって言われたらちょっとあれなんですけど。これは違う部屋行ける。あ、フライパンある。これフライパン無敵なんじゃない？これ火つけられる、強。水道、水出せる。なんだこれ、火つけられるからの、これなんかフックみたいな関係ない。これなんだろう、これ。アイテムゲットできた。でもこっからなんかすることあるかな。フライパンにさら、間違った。やばいやばいやばい。ちょっと待って。日向坂46聞いてんの、バレた。なんかフライパンで調理すると。あ、これで熱くしておくみたいな感じかな。棒もなんか使えたりする？ここ。いや、関係なさそうだな。なんか熱いフライパンみたいなのゲットした。どうすんだ、これで。これで、持たせる。うわ、めっちゃ熱そう、これ。一旦これで行ってみるか。もう、掴まれる前にフライパン触れさせれば多分、やけどすると思うから、行け！ナイス！いいぞ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 、ナイス！ナイス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 、ガチやけど。ガチやけど。棒なんだったんだろう。なんか違うルートもあったんかな。あ、また戻ってきた、部屋に。で、花瓶がある。お、なんでこれ？ 2 番。なにこれ。で、レンガまずゲットする。ゲットして、あ！やばい、割れちゃった。お母さんに怒る。これもゲームオーバーなの。あ、待って、部屋3つあるわ。ここ、あ、なにこれ。あ、ロックがあるから、番号を見つけなくちゃいけないんで、8と、2と、6、6、2、8。丸三角四角、丸三角四角って、なんか、なんだっけ、なんか芸人でやってる人いたよな。268ね。これは、これ268と。で、そしたらなんかアイテムが手に入るみたいな感じかな。オッケー。これで開くはず。はい。開いたからの、ここにレンガが入っている。で、レンガと、何か組み合わせんのかな。なんか暗証番号システムもあるよっていうのを教えたいだけなんかな。とりあえずスタートで。オッケーオッケーオッケー、いけるいけるいけるいけ、落とせ、よし。オッケー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 。いや、これ結構ステージ数あんな、これ。なんか同じようなやつ出てきたらカットしちゃうわ。とりあえず、あ、ペペローション来た、これ。ペペローション来た。オッケーからの、まあ、ここに使っておくと。はい。で、これでオッケーなんじゃない、どうかな。でも滑っただけでさ、どうなの。お、待って、俺階段のさ、これなんて言うんだろう、手すりのとこにさ、頭ぶつけるかと思ったんだけど。あ、わかった、これ階段にもペペローションだから。わかったわかったわかった、わかりました。なるほどね、2段ローションシステムね。ここからのここ、完璧。もう一回使えたりはしないか。あ、そっか、一回だけなんだ。あ、じゃあこれ完璧じゃない。これで、おい、かかってこいよっつって階段から落ちて、まあ、落下死すると。ガチで死にかねないよな、これ。生きてる。嘘だろ。これは高さが足りなかった。ここだ。ここだ。これ一番上。一番上から落とさないと意味ないわ。オッケー。これは完全に死ぬ。死ぬとか言っちゃダメだな。でもやばいんじゃないこれ。俺さ、子供の時さ、なんか、蕎麦屋の階段から落ちた記憶あるんだけど、くっそ鼻に出てバカ泣きした。オッケー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 。これは強い。オッケーオッケー。じゃあ次行きますか。やっぱ高さ大事だな。木工用ボンド？ボンド必要。レンガもある。これ何するんだろう。ボンド何使うんだろう。子供にボンド持たせる。あ、これでくっつけて、足場くっつけるじゃん。で、これで殴んのかな。なんかスイッチみたいに。なんかスイッチみたいに持ってるけど、大丈夫かな、これで。はい、スタート。どうかな、これで。いける？
そんな簡単にくっつかなくないでよ、ボンドやっても。やば。いけ、殴れ殴れ、今だ。ちょ、待って、うわ、ダメだ、これ。いや、マジか。さっきさ、こけたから、このボンドをここに置いておけば、何もせずとも頭にぶつかるんじゃね、これ。レンガが。これ、来たんじゃね、これ、ようやく正解でしょう。いや、さっき、なんかやることないんでね、他に。いた、いける、よし、ナイス。あえてアイテムを取らないパターンも必要っていうことだね。なんか怪しげな段ボールある。何これ。とりあえず水流す、火つけられる、まあ関係ない、ここも関係ない、本棚関係ない、これだな。じゃあもう、でもこれ取れないんだよね。あ、ハサミあって、きたー。でこれでハサミで開けると、きた、バールのようなもの、バールのようなもの、きた。でバールでここ開けていく。でもこう落とし穴あるから、ハサミかなんかで本って取れんのかな。いや違う、布か、布じゃない。でもこれだけだとバレちゃうよね。ハサミで段ボール解体するわけでもない。ハサミ、いや分からん。カーテンか、あ、来た、カーテンゲッツ。カーテンをこれ、はい、え、あれ、布足りん、まだ、あ、来た、オッケーオッケーオッケー。あ、これで段ボール敷いてから布だね。あ、完璧。落とし穴の精度上がったな、これ。これ絶対分かんないわ、これは。これは落ちた。てか家にそんな深い穴あるのおかしいだろ、今更だけど。今出た。あ、助けて。どうしたんだ。生まれる。生まれるじゃねえ。あ、ディナー食ってる。なんかうまそうな、いきなりステーキ。いきなりステーキ、フォーク。これ何？座布団かなんか。次行く。あ、これは、多分ここに敷いておくからの、取っていくみたいな感じ。落ちた、タバスコ。タバスコゲットは。で、タバスコこれやっておく。で、あとはもうこれ食べるの待つだけじゃない？どうかな？で、あとはどうすんだろう？でもここにいるからってさ、どうすんだ？なんもできんの？フォークの使い道、これ食べんのかな？食べちゃうの？ダメじゃない？それ。ねえ。自殺行為や、それは。あ、わかった！火で倒すんだ！いけ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 ！いけ！燃やせ！あ、ダメか。あ、これ取れるんだ。あ、じゃ、これ、落とす感じなんかな、どうなんだろう。あ、ははは。あ、なるほど。これで取れたから、上から、これ、べちゃーってやる感じで、多分、もう、辛すぎて無理やで、みたいな感じっしょ。そんな綺麗に顔面当たる？ははは。ははは。よっしゃ、次。次は、カレンダーがまずある。関係ない。これ植木鉢、なんかあんのかな、これ。特になんもない。絵画。あ、絵画の後ろに鍵があるから、これで開けていくと、なんか中にスタン、シンプルに危ない、これは。これスタンガンでさ、やっちゃえば終わりじゃない、これ。勝ったでしょ、これは。いけ！いけ！感電させろ！あ、強い！あ、避けた！何？こいつ、刹那の見切りをこいつ覚えてる。あ、入れた！あ、なるほど。一回身を隠してからの隙を見てスタンガンでビリビリさせる感じね。あ、そういう感じで多分油断してるだろうから、びっくりした瞬間に、あ、もう首元から行こう。これはもう完全に。いけいけいけ、開けるぞ。いや、違う、後ろからか。なるほどね。よし、次。次はこれ、段ボールがまずある。あ、これでバールのようなものをゲットするからの、お、すげえ、新しい。なんかシャワーがあんだけど。なんで部屋にシャワーくっついてんだろう、これ。部屋びっしゃびしゃになるだろ、これ。これでどうするんだろう。あ、なるほど。ここに隠れることができるけど、ここを開けられるかな、バールで。バールで開けておく。開けてからのどうすんだろう、これ。ここに隠れる。どうすんだ、これ。よくわからんな。あ、段ボール取れるわ。段ボール取って、ここで塞いで、で、ここに隠れればいいってことだ。なんでお前引っかかってんの？バカなん？バカなん、君。あ、なんかまた新しいの来た。先にここ入っておいて、そっからこれやれば、OK じゃない？ OK。これで多分、引っかかるでしょ。かかってこいよ。どうかな？そんな簡単に引っかかる？ちょろいな。バカなんかな、こいつやっぱ。で、次は、なんだこれ。なんか暖炉みたいなのあるけど、これは、あ！なんか鍵入ってる。あ、なんだこれ、火つけるんじゃないんだ。鍵があって、で、ライターゲットして水があるけど、これ木は取れないよね。これ木炭みたいなやつ。あ、で、鍵あるからここで開けていくからのタバスコ。タバスコ大好きかよ。あ、わかった！タバスコを、これ入れる。入れて、これ、あ、はははは。
見た目でわかるだろ、こんなん絶対飲まないって。いやこれ飲ませるんだと思うけど、どうすんだろ、火とかつけても関係ないか。あ、ライターでこれ火つけんのかな。あ、なるほど、今暖炉つけたからこれなんか周り赤くなったから熱ってなって、じゃあ水飲もうっていう感じかな。まあ、熱くなってるから水の色わかんないんじゃないかな。いやわかるだろあ、熱くなってる、熱くなってるから飲むかなこいつ節穴だ、目が。次はなんか蜘蛛の巣と金庫があるんだけど、何これ。あ、蜘蛛飼ってんの。え、よく触れるなお前、大丈夫。うわー、今噛まれたんじゃない。やばい、タランチュラがいる。これ蜘蛛の巣触れられない、鍵も開けられない。こんなか、オッケー、ナイス。で鍵ゲットしたからこれで開ける。あ、なるほど、手袋をつけてこれで多分蜘蛛を出す感じかな。オッケー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 。でこれ蜘蛛出してどうすんだろう、どうすんこれで。あ、これで上伝わらせてからの、からの、あ、ちょ、バカ。これって閉められないよね。え、閉められないな、これ。え、どうやって閉めればいいんだろう。多分手が届かないんだよね。あ、オッケー。なんか入れられたわ。ラッキー。あ、そういうシンプルパーティーのやつね。あ、なるほど。ここに、お金がありますよって見せて、開けたら雲で噛ませて、まあ、毒と。はい、死亡と。この毛もやばすぎだろ。もう噛んだだけでさ、なんか手が膨れるってさ、どんだけ、なんだこれ、かわいいな。よし、ということで、いやなんか全部のね、クリアパターンとやられるパターンを見れば、なんか星がゲットできるんですけど、全部クリアするとこのね、EX1、2が多分あるんで、こっちこれやっていきます。これやって終わりにするわ。で、おー、すごい、なんかワンダースワンみたいのがある。懐かしいワンダースワンとか。これ何するんだろう、テレビ動かせない。あ、暗証番号はどっかにあんのね。まずリモコンゲット、これゲットする。ゲットしてどうすんだろう。3があるけど、あ、これつけるんだテレビで。3号で、あ、これでゲームすれば中が見え、待って、始まっちゃった、始まっちゃった。違うんです、違うんです、まだです。ちょ待って、早こいつ、早漏かよ。まあ、ここまではオッケーだよね。で、あ、下開けられる、オッケー。351、1、全然覚えてない、やばい、噛んでいこう。5、あ、違う、逆だ、多分こうだ。オッケー、よしよしよし。でこれでピストルゲットしていく。これだけだと勝てないんだよね。これなんかゲームなんかすんのかな。え、なんか使う、あ、だゲームに、ゲームをさせるこいつに。え、違う、こうかからのゲームに夢中にさせて、その間に撃つっていう戦法だと思ったんだけど。お、なんだこれ。あ、絵画の裏側にあったわ、ドットサイト。これつければ完璧なんじゃない。え、じゃあこのゲームなんだったん。え、このゲームはただの罠みたいな感じかな。あ、これでもう当てられるんじゃない、金玉に。よーし、お前は一生種なしだ。なんか前も言った気がすんなこれじゃあこれで正真正銘のラストかな。よーし、やっていくぜ、ラスト。まあ、とりあえずレンガがある。で多分レンガだけだとどうせ倒せないから、なんかあるんだろうな、紐。いや今回紐だけだと多分無理な気がするから。え、これ多分無理だよな、これ無理。あ、待って、あ、なんか水溜まってる。え、水溜め、なんだこいつ、なんだお前え、なんかタコ出てきたんだけど。あ、待って、一発目からクリアやっちゃっていいっすか。これ多分紐、え、じゃあタコ、タコやる。で紐必要なんじゃないこれ。で、からのレンガ、え、じゃないの、え、違うかな。とりあえずスタートしてみるか。多分正面、何こいつダッサ、全然似合ってねえ。あ、なるほど、これ取ってから、いけ、レンガ、レンガ間に合え、オッケー。あ、そういう組み合わせ方法ね。で、戸惑ってるから今のうちに落とすと。はい、完璧。最後の最後でちょっと操作方法変わったんだけど、やったぜ、イエーイ。最後までプレイしていただきありがとうございました。他にも脱出ゲームをリリースしているので遊んでみてください。まず直でいく感じね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録してくれて嬉しいです。ということで、ですね、まあ、確かに泥棒相手にレンガはありかもしれないんですけど、多分死ぬ。